はい、今回はですね、バンキョーっていうメーカーから販売されています、プロジェクターの方をご紹介いたします。型番の方がですね、430XX っていう型番の、プロジェクターになります。じゃあまず開封の方からしていきたいと思います。はい、箱を開けるとまずこのような収納ケースが入っています。まあ持ち運びに便利な感じですね。うん、重量だとどのぐらいですかね。1キロないかなっていうぐらいの重量です。詳しいスペックだと重量書いてないな。はい、じゃあまあとりあえず開けていきます。はい、開けるとですね、はい、おお、いろいろできちゃった。はい、このような感じで、収納されてます。で、付属品はですね、まずこちら説明書ですね。説明書、こっちに詳しい説明書だ。で、説明書の方はですね、英語と、まあ、日本語に対応しております。あとこれ掃除用の多分綿棒だと思うんですけど、掃除用の綿棒とあとクロスがついてます。じゃあ次に本体の方を見ていきましょう。入れるとこんな感じですね。これ全部ちょっと付属品の方出しちゃいますね。で、付属品がその他についてる付属品がこの HDMI ケーブル、あとあれか、まあ、ちょっと使ってたんで離れたところになっておきますけど、 HDMI ケーブルとこれが、電源ケーブルですね。はい、電源ケーブル、ちゃんと日本のあの、コンセントの形状のやつがついてます。で、その他にこれリモコンですね。で、ちなみにリモコンは、単4電池2本で動くようになってます。で、その他ついてくるのが、これ AV ケーブルですね。 AV 端子のケーブルがついてきます。はい、じゃあ次に本体を、見ていきましょう。まず本体のこの上には、電源ケーブルとか、まあ、あとこういろいろ操作をする時のまあ、なんていうんですかね、ボタンがついてます。で、ここがあれですね、ピント合わせる時の調節のダイヤルがここについてます。で、横を見るとヘッドホンの入れる、なんていうんですかね、端子、あと AV のこれ出力だと思いますね。AV 出力、あ、AV の入力か。AV の入力の端子。で、あと USB と SD カード入れる端子と、あと HDMI ケーブル。その他に、パソコンとかで使われてる VGA っていう、まあ、規格ですかね。これの、まあ、差し込み口があります。はい、それとですね、裏側にはですね、このようにドアップにしていくと分かるかな。ここに、三脚用の、まあ、ネジ山というかネジ穴があります。だからこんな感じの三脚とかにこう立てて、まあ、使用することも可能になってます。それじゃあですね、実際に、まあ、パソコンの、そうですね、パソコンと接続してみて、パソコンの HDMI ケーブルか何回接続してみて、実際に映像の方を映してみたいと思います。はい、それでは実際にですね、パソコンと、プロジェクターの方を HDMI ケーブルで、接続して、パソコンの映像をスクリーン、まあ、スクリーンといっても天井なんですけど、天井に映してちょっと、まあ、動画の方を流してみたいと思います。結構綺麗に映るんですよね。それなんで、まあ、これ YouTube の映像なんですけど、映画とか、まあ、Amazon プライムとか Amazon プライムビデオか、プライムビデオの映画を見たり、まあ、普通に DVD のビデオを見たり、そんな感じでいいと思います。始まんねえ、始まった。で、音声の方もこっち本体から出るようになってます。で、こんな感じですね。めちゃくちゃ綺麗に映るんで、
本当映像なんか見、映像じゃねえや、映画なんか見たら本当にいいと思いますよ。今天井に映してますけど、まあちゃんとした、まあ仕事で使う時なんかっていうのは、なんつうんだろう、プロジェクター用の、まあカーテンみたいなのありますよね。そういうのにちゃんと映せば、まあ仕事でもかなり使えるんじゃないかなっていうふうに思います。まあこんな感じですね。映像の方は、まあ、映像の方は 1080p フル HD で結構綺麗に映します、映りますっていうことですね。それとですね、結構こっから出るスピーカーの音が綺麗でいいですね。今プロジェクターから出てる音なんですけども、かなり音質は割といいと思います。あと外部スピーカーをプロジェクターからつけることもできるんで、まあそんな使い方もしてもいいと思います。今ちなみにこっち壁に映像を映しています。結構すごい綺麗に映ります。解像度はフル HD です。実際に映画とかも見てみたんですけど、まあいい感じで見れました。ちょっと映画とかちょっと今映したいところなんですけど、まあ著作権の問題とかちょっとあるんで、自分の動画になっちゃってるんですけど、まあこんな感じですかね。映像の方はまあそこそこというか、かなり綺麗に見れます。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、バンキョーさんのプロジェクター、430XX、こちらの方の紹介をさせていただきました。個人的に、まあ、おすすめなポイントを、まあ、まとめると、まあ、小型で、持ち運び便利。それと、まあ、映像が綺麗に見れる。あと、音質がそこそこ良いと。まあ、以上の3つが、個人的におすすめる、個人的に、まあ、いいなっていうふうに思うポイントでした。まあ、そんなところですかね。はい、興味のある方は動画の詳細欄に、購入先のリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。以上です。